ちゃこんにちは。さあ豊さん、はい、まだ去就が決まっていない選手、うんたちがいます、はい、その中でもやっぱり3選手今すごくファンの間でもどこに行くのかそれとも引退なのか独立なのかで注目されているのが金子千尋投手それから山口俊投手そして平田良介選手この3名です、はい、豊さんまずこの3名まだまだ現役でいけるあるいは例えば独立とかの方がいいよとか豊さんどう思います？難しいなちょっと間を上げてこの間を多分スタッフは切ると思うけど、はい、まあ YouTube 的に言えばね、はいはい、まあでもこの間は大切だったと思うからねそうですねこの間は大事です、ね、いや山口は正直言って力はあると思うよ、はい、俺はまだやれるやれると思うけども、はい、でも山口にチャンスをやるんだったら若手にチャンスをやった方がいいっていう感覚の人間が多いかもからね他チーム、巨人以外の他チームがこの時期になっても接触はしてるんですかね、それともそれいや調査をしながら、はいまあ、会議には名前は上がったと思うけどね、はい、そんなに高くはないと思うよ、はい、契約するのがね、うん、ただやっぱりもう時代が変わってきてるよね、うん、でそれまでは長い期間、はい、貴重な選手はできるだけ長くっていうふうに思ってたと思うけど、はい、こっからはやっぱねベテランは切られると思うよ変わっていってるんですね、うん、だってお金がかかるもん、はい、それだったら選手に回した方がいい若い選手に回した方がいいっていうだから過去の名前で出ていますみたいなあそういうのはねもう時代的には古いと思うよだから新陳代謝は早くなってきてると思うだから世代交代っていうのが、はい2022年、はい、ここら辺でね行われたと思うんだよ、うん、ある程度、はいだから2022年で溢れたベテランっていうのはおそらく俺は契約しないと思うよそうなんですね、うん、それよりはもう若い選手をどんどん使って活性化していった方が、はいまあ、球団のためにもなるし、はい、需要がない、うん、ネームバリューもない、うん、いやあるよ山口とか金子とか、はいうんね、タイトルホルダーだし、ね、名前平田っていうのはちょっとお騒がせ、はい、で名前はあるよ、はい、イメージ的にね、はい、いやあるけども、うん、だからそこで人気を取ろうとか、はい、そういうことは全く考えないし、うん、本当に実力ということを精査してこう見ればいやいらないなと思う俺だったらいらないそうなんですね、うん、例えば山口俊投手とか例えばピッチャーでどうしてもその急防しているところと欲しいっていうところとか、うん、日本ハムとかピッチャー欲しいかなとか一瞬思ったりもしたんですけど山口俊投手みたいないやいらないそういやそれだったら若手育てるあそうかあチャンスをやった方がいい改革的にはジャイアンツが一番改革的には先行してるねはい、はい、今年そうですね、まあ、あの野手は別問題としてピッチャーは若手をどんどん、うん今年使って新陳代謝を図り、うん、来年花が咲くかどうかわからないけども希望はあるよね、はい、だからそういう意味では時代の変革ということから考えるとやっぱジャイアンツが一番進んだとか、はい、日本ハムが進んだとか、確かにそういうことになってると思うんだよ俺はね、はい、まあオリックスも悪くはないけど、うん、だけどこういうベテランを入れることによって1枠減るっていうことは俺は俺だったら考えない難しいよ、まあ、そうですよねまだやってるかなと思ったんですけど、ね、まだいやできるよできるからやらすんじゃなくて、うん、できてもいらないっていうことだ厳しそういや厳しいよだからそういうふうな時代になってくるって、うん、だから若手をどん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 こう使いながら成長させて、はい、ある程度のベテランになったらもういらないいらないいらないって切られるよこれから、うんうん、だから40以上までやる選手っていうのはもうこれから少なくなってくるんじゃないそれはなぜかというと、はい、やっぱ出てくるのが早くなってるからあ若手がだから村上だって史上最年少で三冠王を取ったりだとか、はい、だからそういうふうに若手がポンとやって 1,2 年やったらバーンと花が咲いて活躍できるような時代になってきてるんだよこの若手が、はい、いろんな科学的なもの AI、まあ、いろんなサプリメント、うん、そういうので体を作りながら成績も上が出せる、はい、だからもうベテランっていうのはもういらなくなるうん、力が落ちた、はい怪我をしたもういらないっていうなってくる、うん、87年なので、まあ、山口俊投手も例えば平田選手も今35とか、うん、なまあなかなかだから35とか6とかが一つのボーダーラインになってくる、はい、ベテランの厳しそうか、うん、だからまた時代は俺らの時みたいな時代になってきてるあ戻っていってるんですかその俺らの時も35、6、7、はい、ここら辺で辞める人が多かったよ、はい、
年齢的には、うん、だからそういう風になってきてる。金子千尋投手は来年40歳。まあいらない、厳しいな。例えば去年だと能見投手が阪神を退団して、でもオリックスが来てほしい。まあギリギリ時代なんだよ。あとは長野選手、松田選手は巨人がうちに来てほしいっていう意味で。だからピッチャーの改革は進んでるけど野手の改革は進んでない。その違いなんですかね、うん、多分。だから本当にね、例えば巨人のドラフト1浅野、はい、これが何年目に開花してくるか、うん、ね、大学の森下、阪神に入った、はい、これがルーキーイヤーからいけるかどうか、うん、だから牧だってそうでしょ、はい、ルーキーからいけたりだとか佐藤もそうだよね、うん、だからどん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 使われる時期っていうのが早くなってるんだよ、うん、だからその分寿命が短いというふうに思っておいた方がいい。じゃあベテラン、まあ、30半ばから40歳ぐらいまででもうちに来てほしいっていう風に取りたいと思われる選手っていうのはどういう選手になってるか。だからもうまあ33ぐらいまでだろうね。そこから上っていうのは、例えばこの選手がいたら他の選手の見本になるだろうとか引っ張ってってくれるだろうっていう部分を買われるっていう。もうそういうのもいらない。おお、そういらなくなってくるこれから。だから長野とか松田とかがギリギリ、まあそうなんね、もういらない。来年からもうとにかく変革するから。だから世の中の動きを見てると一、はい、人のカリスマ性、一、うん、人のリーダーがドーンと引っ張っていくだけの話なんだ、はい、あとはついてくるかついてこないか、うん、できないものはどん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 精査されていく、はい、野球界もそうなってくるから。だから世の中の動きっていうのが早くなってるのに、はい、野球界だけどんよりっていうことはないよ、うん、と俺は思ってる。だからサッカーワールドカップ今やってるけど、はい、10代の子が活躍してるんだよ。もうそうですね。そうでしょ、はい、だから野球界もそうなってくるって、うん、そうなってくると高校生だって俺らの時は時代考えられない150キロバン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 今打ってんだから、はい、俺なんか150キロ、うん、そんなプロでも投げるやついないのになんで打つんだみたいな、うんうん、そんな感覚だったじゃん、はい、だから感覚がもうよりプロに近づいてんだよね、高校野球も大学も、はい、まあ、そうなってくると活躍の年齢も早くなってくる、うん、そうなってくるとベテランはいらなくなってくると、うん、球団も考えなきゃいけない。そうです、ね、何年契約っていうしてる場合じゃない、ね、いや様子を見なきゃいけないっていう、はい、何年契約したら何歳になる、うん、契約が終わったらいらないっていう、はい、でもそのぐらいの感覚で契約しないと、はい、どん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 こうもう置いていかれる時代になってきてる。そうですね、だから今後長期契約っていうのがよりどん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 短くなっていく傾向に、うん、そっちもなっていくかもしれないってことですね。だからね、少子化少子化って言ってるでしょ、はい、少子化は確かに我々の時代っていうのもこう子だくさんだったよね、はい、ね、でやってる人間が溢れた、その中からいいものをこう取っていく、うん、そうじゃなくて今は少子化だからエリートを育ててるんだよね、うん、もう本当にそうですね。そうそうそう、だからできないと思ったら親が他のことをやらせるようになるんだよ、はい、だから本当にエリートぐらいしか残ってないんだよ、うん、だから少子化だからって言って野球のやってる人間が少ないから絶対数が減ってるからレベルが低下してるかって言ったら違う、やっぱ英才教育で行くから早いんだよ、はい、そういうことを考えるとベテランは俺はもうこれからは厳しい時代になっていくと思う。ああ、そうなんですね、うん、じゃあ、まあ、この3名の選手たちこの時期まだ去就決まってないとなるとやっぱりちょっと厳しいかなっていう、豊さんの目から見ると俺の感覚は厳しいと思う、はい、俺だったら取らないって、うんうん、まあ豊さんだったら、まあ、山口だったら投げさせたら5勝はするだろうなって、うん、まあ、金子もそのぐらいはしてくれるのかなって、うん、まあ、平田もある程度は形は作ってくれるのかなって思うけど、うん、いやそれだったらもうあいつを使おうみたいな、今若手いるじゃないかって、はい、じゃないともう本当に毎年ドラフトがあって入ってくるのに、うん、俺だったらもう考えないね。ああ、俺が GM だったら考えるって、もう考えるなってってことなんですね。それはいいって、あいつが 3勝しかできないかもわからない、うん、若手がね、だけどその3勝が次の年には10勝に化けるよって、その方がいいじゃん、可能性としたら。その経験は必要だぞって、うん、多分俺だったら言うと思う。ああ、そうなんですね、うん、だから俺だったら取らない。だから組み切られたらもう危ないよな。そうですね、まあ、次のことをもうちょっと考えないとっていうふうにもなってきますね。もちろん、そうですよね。どうするの。厳しい世界ですね。まだ持ってる方だよね。まだ
いや俺もそうだけど、お互いに言いたいこと言いながらな、もう本当に末永い、お前も引退しろっていうコメントだけはなしということで、よろしくお願いします。